こんにちは、編み物のやです。今回はダイソーさんのポストカードとレトルカラーを引き揃えてショール兼マーガレットを編んでみたいと思います。系統をご紹介します。ダイソーさん話題のポストカード、霧のロンドングレーですね。バーコードはこちらです。内側から撮るんですね。とても楽しみですね。詳細は手洗いも可能ですが、アイロンは難しいようですね。かぎ針は2号細いんですね。アクリル 100%、80g、450m、たっぷり入ったソックヤーンですね。リトルカラーです。アイスクリーン。こちらもふわふわで可愛いですよね。こちらがバーコードです。手洗いは可能ですが、アイロンは難しいようで、ポリエステル 100%、35g、160m。こちらもたっぷりですね。ちょっと太めの6号から7号です。今回は引き揃えますので、8号で編もうと思います。チューリップさんです。その他に、ハサミ、とじ針、ダンスマーカーも使います。この度もどうぞよろしくお願いいたします。早速編んでいきます。説明は短いバージョンでお送りします。まず、鎖編みの作り目を作りますね。針に糸をかけて鎖編みを編んでいきます。今回は6の倍数でお願いします。説明はこのまま30目まで編んでいきます。鎖編みが30目編めました。長いバージョンでは153目で編みました。このまま立ち上がりの鎖を3目編んでいきますね。1、2、3。次に針から数えて4つ目のところ、今手を置いているところですね。1、2、3、4。4つ目のところに長編みを編みますね。次の目にも長編みを編みますね。ちょっと見にくいですが、ここですね。次の鎖、ここですね。にも長編みを編みますね。ちょっと絡まってきました。すいません。今、長編みが3目編めました。あと、2回編んでいきます。次の鎖、ここですね。に、長編み。で、次の鎖にも長編み。全部で長編みを5回編んできました。次に鎖編みを1回編みます。この編み方を繰り返していきます。鎖5、長編み1です。そして、説明が前後して申し訳ありません。長編みが5回編めて、鎖編みが1回編めたら、次の鎖は飛ばしてから、この編み方を繰り返していきますね。また、1目開けたところの鎖、ここですね。1、2、3。次が5ですね。鎖を1目編みますね。で、1目開けてまた長編み5という風に繰り返していきますね。長編み5、鎖編み1を繰り返してきました。最後は今7目余っていますね。で、今鎖編み1を編んでいますので1目開けますね。最後だけ長編みは5ではなく6目編みます。1、
に34 5 6です。これで1段目が編めました。2段目に入ります。まず鎖編み1目で立ち上がります。この方向にターンしますね。根元に細編みを1回編みますね。次の目にも細編みを1回、一つの目に一つずつ細編みを編んでいっていますね。細編みを今6回編んできました。根元から1、2、3、4、5、6ですね。ここで前段の鎖編みですので、ここは鎖編みを編みます。ここが鎖編み、そしてまた次の前段の長編みの頭に細編み、今度は細編みは5回ですね。 1、2、3、4、5ですね。で、鎖編み1ですね。で、また細編みというのを繰り返していきますね。細編み5、鎖編み1を繰り返してきました。最後は細編みを1、2、3、4、5と編んだら、一番最初に鎖編みの3があるんですね。その鎖編みの3目目に細編みを編みます。最後は細編みを全部で6回編みます。2段目が編めたら、次は3段目に行きます。鎖編み3目で立ち上がりますね。 1、2、3 ですね。この方向にターンをします。次に次の目に長編みの途中までを編みます。ここまでです。そしたら2回糸を巻きつけます。糸を巻きつけたら、前段前々段の長編みが5本ありますね。その真ん中の長編みにこのように横から針を入れて糸を持ってきますね。ビヨーンと伸ばします。引き出します。もう一度引き出しますね。最後3本を引き出します。次に長編みを編みます。先ほど次の目に長編みの途中までを編みましたね。その次の目から長編みを入れていきます。ここですね。次の目にも長編みを編みますね。次の目にも長編みを編みますね。長編みはもう1本、長編みの頭がもう1本残っている状態です。また2回巻きつけます。このまま先ほどのところですね。3本目の柱に入れますね。糸を引っ掛けて持ってきますね。ちゃんと引っ張って引き出します。もう一回
回引き出します。2本残っている状態で針に糸をかけて、ここですね、長編みの頭に入れて2本を引き出す、3本引き出す、このような模様ができました。ちょっとややこしいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、慣れてくると意外と難しくないです。次に鎖編みを1目編みます。これを繰り返していくんですね。この模様を編んで鎖編み1というのをずっと繰り返していくのですが、もう1回編ませてください。いきますね。鎖編み1を編んだ状態で針に糸をかけて、まず長編みの途中までを編みますね。ぐるぐるして3本目ですね、入れてしっかり伸ばして引き出す、引き出す、引き出すです。次に長編みを編んでいきます。長編みを、先ほど長編みの途中までを編んだ次の目から長編みを3回編みます。1回目、2回目、3回目を編んだらぐるぐるします。同じところですね、入れて糸を引き出して引き抜く、引き抜く、2本残っている状態で針に糸をかけて最後のとこですね、入れて引き出す、3本を引き出す、で鎖編み1、このセットですね。お分かりになりましたでしょうか。もう一回だけやらせてくださいね。針に糸をかけて、まず長編みの途中までぐるぐる3本目横から入れます。引っ張りますね。引き抜く、引き抜く、3本を引き抜くですね。で次に長編みを3回でしたね。ここに1回、失礼しました、1回、2回、3回ですね。で長編みを3回編めたらぐるぐるして3本目のところに入れて引き抜く、引き抜く、2本の状態で最後ですね、長編みの頭に入れて引き抜く、3本を引き抜く、で鎖編み1ですね。この編み方を最後まで繰り返していきます。模様編みを続けてきて最後の6ですね、最後長編みが6あると思いますが、最後のところを一緒に見ていきましょう。まず途中まで同じですね。鎖編み1を編んだ状態で長編みの途中までを編んでぐるぐるして、ここですね、ビヨーンとして引き抜く、引き抜く、で3本を引き抜くですね。次は長編みを3回でしたね。この次の目から1回目、2回目、3回目ですね。でぐるぐるしますね。
で、ここですね。入れて、ビヨーンとして、引き抜く、引き抜く。2本残っている状態で針に糸をかけて、次の目に入れて、引き抜く、3本を引き抜く。ここまで編んだら、次は鎖編み1ではなく、最後のところに長編みを編みます。これで3段目が編めました。今回の編み方は、この編み方を繰り返していきますね。2段目と3段目の繰り返しです。次は4段目になりますが、2段目の細編みをずっと繰り返していきますね。ちょっと最初だけやってみますね。鎖編みを1回編んで、で、ここからですね、細編みを編んでいきますね。で、細編みを6回でしたね。で、次に鎖編み1。で、また、細編みですね。で、この編み方を最後まで編んだら、ここまで編みますね。そしてまた、くるんとしたら、この編み方を繰り返していくんですね。ちょっと、最初だけ一緒にやっていきましょう。では、この、今、4段目を編んでいってますが、2段目の編み方で、最後まで細編みを続けていこうと思います。4段目を編んできました。最後の細編みだけ一緒にやっていきたいと思います。これで4段目が完成で、次は5段目ですが、5段目の編み方は3段目の編み方と同じです。鎖編み3目で立ち上がりますね。で、くるんとしますね。で、次の目の長編みの途中までですね。で、ぐるぐるして、で、今度ちょっと見にくいのですが、前段の長編みの真ん中はここになります。これですね。ビヨーンですね。引き抜く、引き抜く、引き抜くですね。で、次はまた長編み3回ですね。ここからですね。1回目ですね。2回目ですね。3回目ですね。で、長編みが3回編めたら、ぐるぐるして、で、今のところですね。ここに入れて、ビヨーンとして、引き抜く。引き抜くですね。次に鎖編みの手前ですね。ここに最後の長編みを編んで引き抜く、3本を引き抜く。で、模様ができましたね。次に鎖編みを1目編みますね。そしたらまた繰り返しです。まずここですね。長編みの途中までを編んで、ぐるぐるして、真ん中ここですね。ここに入れて、引っ張って、引き抜く、引き抜く、引き抜くです。この編み方を繰り返していきますね。で、最後まで編んだら、またくるんとして、次は細編みだけの編です。このように、2段目と3段目の編み方をお好きな長さまで繰り返していきます。画面に全然入りきれていませんが、153目でスタートした長いバージョン、こちらが完成しました。だいたいですね、ここからここまでが約43から45センチぐらいですね。この V の字の模様が17個あります。いやー、すごく綺麗ですよね。結構長いので、この時点でふわふわでとっても暖かいです。
最後ですね、日本刀で編んでいますので、割としっかりしていて、このままでも大丈夫かなと思いましたが、念のため一周縁編みとして細編みを編んでいこうと思います。その方がしっかりしますしね。まず、鎖編み、一目で立ち上がります。今ですね、失礼しました。ここですね、最後編み終えた状態ですね。ここに針を入れて、鎖編みを一目編みますね。この長編み、長いところには細編みを2回編みますね。で、この狭いところ、細編みのところには細編み1つ。で、またこの狭いところには細編みを1つ。で、この長編み、広いところには細編みを2つ。で、次は細編み1。ここは細編み1という風に細編み1と細編み2を繰り返していきます。広いところには細編み2、狭いところには細編み1です。では下まで編んでいきますね。最後の細編みです。最後2回ここに入れますね。1、2、次のところに行く前に鎖編みを一目編みます。ちょっとここに入れたくなりますが、ここは最初の作り目ですので、ちょっとキュッと引っ張って、最初はここですね、これ。この糸を編みくるみながら、細編みを編みますね。次がこれですね。で、細編みを編みますね。次がこれですね。という風に、一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。あとはこの繰り返しですね。細編みをだーっと端まで編んでいきます。まあ、ちょっと長いので大変ですが、まあ、細編みですのでスイスイ行くと思います。結構長いですよ。で、最後まで編んだらまた鎖編み一目編んで、この3辺目に行きますね。ここは先ほどと同じですので、長いところには2目、短いところには1目というように、細編み1と2を繰り返して、まただーっと編んでいって、ここまで編んだら鎖編み1。で、最後は簡単ですね。目が見やすいですので、1つの目に1つ細編みを編んでいきます。では、最後まで細編みを一気に編んじゃおうと思います。縁編みを一周編んできました。やはり全然違いますね。まあ、すごく引き締まるというか、まあ、いい感じになりました。ブランケットっぽいというか、縁編みぜひおすすめします。で、最後ですね、細編みを編んで、これですね。これが、見えますかね。これが最初の鎖編みなんですが、ちょっと今回最後の細編みが編めた時点で、糸をカットしてみようかと思います。これはご自分の方法で大丈夫です。ちょっと長めにカットしますね。結構毛糸使いましたね。ちなみに最後これぐらい余っています。二玉目です。それでは、この糸を引っ張っていきますね。あとは糸処理だけですね。あとは、まあ一応マーガレットが目的ですので、ボタンをつけてみようと思っています。それでは、針に糸を通して、今回はですね、最初の鎖編みがこれなので、ここに入れてみますね。裏にしますね。これはですね、細編みの足に入れていけばいいと思いますので、こうですね。そうですね。ちょっと今すごい噛んじゃいました、ね。やりやすいですね。まあ、このように細編みの足に入れていきます。一応表から見て縁編み大丈夫かなという風に見て、であとは。ここをあと何目か入れますね。
これぐらいで大丈夫だと思いますが、ちょっと心配な方はあと何目か通して糸をカットして糸処理は終わりです。それでは今からボタンをつけていこうと思います。縫ってしまうとちょっとブランケットになりにくいので、今回はマーガレット兼ブランケット兼シャワルというように考えてますので、ボタンをつけますね。で、この辺にボタンをつけようと思っています。すると半分に折りますね。で、ここら辺にボタンがついていますので、ここら辺で止まりますね。そうすると羽織ってここに袖が入ります。つまり今回はここの右上のこの辺にボタンと入ってるかな、このようにいって、結構長いんですよね。ここまで長くなくても大丈夫なんですが、長くしたかったんですよ。で、こっちが左ですね。で、左の上でもいいんですが、まあ、ちょっと対角線にしてみようと思うので、左の下につけますね。つける位置は、まあ、大体で大丈夫なんですが、まあ、そうですね、2つつけてみようと思っています。で、つけるボタンは、この前、毛糸屋さんで購入したこのボタンですね。こんな感じかな。この辺につけようと思っています。左下も同様ですね。ちょっと今回すいません、つけるところは省略いたしますが、これでボタンをつけて無事完成です。完成写真をご覧いただきありがとうございました。ボタンはこの端っこと、ここだいたい15センチぐらいですかね、の間に2つつけました。使い方は3役ございまして、まあ、1つはブランケットとして、結構長いので暖かく足までかけられると思います。で、ブランケットと、まあ、次はまあショールですね。このままふんわりと、本当に幅も長さもありますので、ショールとして十分にお使いいただけると思います。で、最後は今回の目的と言いますが、マーガレットですね。このように半分に折りまして、ここですね、ボタンをこのように留めるんですね。で、好きな場所で大丈夫です。で、ボタンなんですが、ここに袖が入るんですが、それ以外にも、ふんわりこうかけてから留めてもいいと思います。伝わっていますかね。で、こことここに留めますね。で、ここが袖に入りますので、ここにふわっと、こうやってふわってかけますよね、マーガレットなので。ふわっとかけて、で、ここから袖をこうやって入れますと、あ、入って入りました。このように、とても可愛いマーガレットになります。まあ、いろいろ使えますし、編むのはちょっと大変ですが、慣れてくると難しくはないので、ぜひ編まれてくださいね。よろしくお願いします。1月に入ってとても寒くなりましたので、風邪など気をつけてくださいね。この度もご覧いただきまして本当にありがとうございました。次の動画でもまたお会いしましょうね。